はい、えー、皆さんこんにちは宅建市受験生のための10分でわかる取り消し解除事項完成と登記今回はあそういうテーマでお話をさせていただきます、えー、レック専任講師の横溝ですよろしくお願いします普段は行政書士試験のね講師をしているということですが何しろ10月15日に迫った宅建市の試験のでところでですねやはり権利関係 えー、苦手にしている人が多い中でも物件変動はなかなか大変なんだという話を聞きましたので、まあ、行政書士試験でも共通するような話だったりしますから是非ですね、えー、今回いい復習の機会として使っていただければなということで、えー、簡単にお話をねさせていただこうかなと思っています今回は「取り消し解除時効完成と登記」っていう話なんですけれどこんな問題よく出てきますよね。<laughs> えー、取り消し前の第三者と言われるような話だったり取り消し後の第三者と言われるような、まあ、話だったりねいろんなパターンが出てくるんだけどまずあのたけしの試験の中でよく出てきて皆さんもね問題のところでよく目にしてるのが、はい、取り消し前の第三者と言われるもので特に取り消しの理由が。 はい、制限行為能力とかそれから脅迫の場合という場合をまず想定してみましょうかはい、取り消し前の第三者というのは登場順番としてはこれね権利関係の試験ではよく事例型で出ますね A さんが B さんに例えば土地を売却した B はさらにそれを C に転売しましたその後 A が例えば親に黙って 土地を売っていたということをバレてしまって取り消すという話になりました制限行為能力16歳の子がみたいな話ねそれから逆に脅迫です B から A が脅かされていて勇気を振り絞って取り消しますと言いましたあの取り消しの効果というのは別に制限行為能力であろうが脅迫であろうが両方一緒だよね初めから AB 間の売買契約なかったことになります AB 間の売買契約が初めからなかったってことになるんだったら B も C に売ることはできなかったはずですね全部巻き戻ります全部巻き戻りますね結果的に A さんは私が取り消したんだこの土地は私のもんだって主張できるよこれ主張するのに登記なんかいらないです C さんがその脅迫の事実を知らなかったとか A が制限行為能力者であることを知らなかっただからどうしたってそういう話ですね とにかく制限行為能力者や脅迫された人は全力で守ってあげるのが民法の姿勢だから取り消しますといえば取り消し前にたとえその問題の土地などを手に入れていた人であっても結果的には取り消しの効力の方が上回るんだという話になってました。それのの例例外外がこちらなんだよね。取り消し前の第三者、例外パターンというふうに書いておきました。が、詐詐欺欺のの場場合。詐欺の場合です。 騙されたっていう場合は A さんもちろん取り消しはできますよ取り消せば AB 間の売買契約は遡ってなかったことになることも一緒ですよだけど実は取り消し前にすでに買っていた C さんが詐欺の事実を知りませんでした知らないの善意っていうね知りませんでしたというのであれば実はこれ知らない C さんの立場にも気を配ってあげる必要があるの。 民法は気配りの法律ですからだ、ね、まされた A さんにも気を配ってあげなきゃいけない。 事情を知らずに買っちゃった C さんにも気を配ってあげなきゃいけないさあどっちを顔を立てるかなと考えたときにやはり今回の場合まさか取り消されるとは思わずに買った C さんの顔を立ててあげるべきだ結果的に A は取り消したということを事情を知らずに取り消し前に買っていた C には主張できないって話になりますここも登記はいらないんだね取り消しと登記って話で説明しましたが取り消し前の第三者って話をするときには その取り消しの効果を第三者に取り消し前に登場していた第三者に主張できるかどうかは別にして当期は特に C さんのもとに要求されないという話になりますね一方ではいこちらです取り消し後の第三者はいつまり A から B に売却されたものが 理由は何ででもいいです制限行為の能力でも詐欺でも脅迫でもいいから取り消しますって話になったところが C さんどさくさんに紛れてその土地を C に売っちゃったあ B さんね C に売っちゃった、はい、B を起点に二重譲渡があったというふうに考えるんですよね B から CB から A と権利変動があったと考えて A と C 先に登記を備えた方が勝ちだよって話にするのがこれが取り消し後の第三者でした これはすごく楽だよね。まあ、復帰的物件変動とかあんま気にしなくてもいいですけれど取り消して B から A に権利が戻ったという動きと B が C に売ったっていう動きでそれを両者を比べた時にさあ A が先に登記を備えたか C が先に登記を備えたかで決着させましょうって話にするんだということだったんですね。取り消し後登場順番が取り消した後に出てきてるって書いてある場合はこのルールで処理をすればいいことになります。 はい、一方で解除前さっきの取り消しが解除に変わった解除は B が約束破ったから解除するって話をするって話なんですよね、はい、これに関しては実は民法の条文のルール上 C さんは解除前に登場していた場合守られることは確実なんですが登記がないとダメだったね。 だから解除前の第三者の場合は C さんがこの土地は私のものだという当期の名義をきちんと書き換えることに成功していないと A さんに対して私のものだとは主張できない逆に言えば当期まで備えちゃった C さんには A は解除の効果を主張できませんということになってました。 解除が持っている効果は取り消しと一緒だから A が B の契約を解除すればね A が B との間の契約を解除すれば AB 間は初めからなかったことになるんだけれどそれでも登記を備えた C さんにはそのことは主張できないよそういう話になるんでしたねはい解除後の第三者取り消し後と一緒です取り消し後と一緒なんで A と C 先に記を備えた方が勝つって話になりますここは簡単だよね処理はね結局解除前解除後とも 第三者が守られるかどうかって話をするときに問題見て確認するのはその第三者にあたる人が自分名義の登記を備えているかどうかですそこさえ確認してそれが備えられているんだったらもう第三者の勝ちです登場順番特に関係なく勝ちですそれがないってことになっちゃうと第三者が保護されるという余地がなくなってくるっていう話になるので、まあ、そこをまずねしっかり読み取る解除って言ったら第三者にあたる人 その解除をした A さん B さんの間でね A が B との契約を解除しました。それ以外の第三者が当然利害関係を持って出てきてるはずでしょその第三者の人が登記を自分名義で備えてるかどうか、そこが大事なんだよっていうそういう話なんですね。ルールが分かっていれば問題を解くときには結構楽だと思いますよ、ここは。はい、それから 時効ととのの関係というのも見ておきましょうかちょっとこちらはねあの手書きになっちゃってあれなんだけれど、えー、時効完成前の第三者なんていうのを勉強したことあるでしょうどういう状態かといえばあのね上のところが土地の所有関係なんだね A さんの土地なんですよ途中で A から B に売ってます A は。で実際その A の土地は C さんがずっと使ってます。C さんがずっと使っていてずっと使っていてずっと使っていて。ず C さんがずっと使い続けて時効が完成しましまた、ね、さあ C さんが時効を援用するぞ私のもんだと言うぞという話になったタイミングで誰に対して言うかといえば当然それは B に対して言うわね。今土地の所有者は B だと B は言ってるけど私が時効で私のものになったんだと C は言っていくわけですから B に対して言っていくことになります。 確かに最初は A と C の関係だったけど時効完成した頃には B と C の関係になってます。あの時効完成前の第三者って言ってるけど時効完成した C さんは、まあ、このタイミングではあ B さんに対して登記なんかなくたって私が時効取得したんだい文句あるかって言っちゃっていいよね。そもそも3人出てきてないですもんね。ここで A から B に土地が売られた段階で A さんは関係から抜けるでしょ ということはもう B 対 C の関係だけですから3人出てこないんで第三者って言い方自体があんまりふさわしくないかもしれません。はい、そしてこちら時効完成後の第三者というのは、まあ、B の土地をずっと A さんがあじゃない、えー、使っててねで、A さんがずっと使っててこれ B の土地なんだけど A さんがずっと使ってて時効が完成しました。 で事故を完成した後に B がその土地を C に売ってます。はいこれはもう B を起点に二重譲渡があったと考える結局ですね登場順番として取り消した後に登場した第三者解除した後に出てきた第三者取得事効を完成させた人がいるその後にその土地を 本来の所有者から買った第三者が出てきた場合は全部177条の第三者の関係性でつまり取り消した人解除した人自己完成を援用してくる人とそれから第三者どっちが先に登記を備えたかっていうところで勝敗が決まるって話になるんですねだから問題文を読むときにやはり登場順番をしっかり読み取らないといけないですね。事例型で聞いいてくる問題が多いわけだから、 この A さん B さん、まあ、C さんが第三者って形で登場することが多いでしょうだとしたらこの C さんがどのタイミングで出てきているかっていうのをしっかり読み取るっていうのは 問題を解くときににに間違えずに済むポイントななるのかな今回、えー、図をいろいろとお見せしました一、まあ、つね図を描きながら考えるというのも大事なテクニックだったりはしますからその図の描き方はぜひ画面の中で紹介したようなものを参考にしていただけるといいんじゃないかなというふうに思っています。ということで「たけん受験生のための10分で分かる取り消し解除時効完成と第三者」というお話でした。ままた別の機会にに、ね、お目にかかかるることあるかもしれません10月15日宅 電子試験ぜひ頑張って、えー、突破してきていただければと思います。じゃあ最後までご覧いただきましてありがとうございました。